オーストラリアクイーンズランド州生まれの女性の元陸上競技選手。400メートルを専門とした選手でもあった。フリーマンはオーストラリア先住民アボリジニで和イ教を信仰している。フリーマンは400メートルで1997年と1999年の2つの世界選手権を制し、アトランタオリンピックではフランスの MJ ペレクに次いでフィニッシュし、銀メダルを獲得した。 2000年9月25日、フリーマンはシドニーオリンピックの400メートルで金メダルを獲得し、そのメダルはオーストラリアで100番目の金メダルとされた。また、フリーマンは開会式では成果を灯している。同じ1大会で成果を灯し、金メダルを獲得したのはフリーマンだけである。このフリーマンの活躍を評価され、2001年5月に第2回、 ローレウススポーツ賞の最優秀女子選手賞を受賞した。金メダルを獲得した後のトラック一周の際に、フリーマンはアボリジニの旗とオーストラリアの国旗の二つに身を包んだが、これが当時のオーストラリアで議論を呼んだ。2003年7月15日、現役引退を発表した。キャシー・フリーマン、ありがとうございます。